栃木県道、群馬県道、埼玉県道20号、足利大ラ行田線は、栃木県足利市から、群馬県大羅郡大羅町を経由し、埼玉県行田市に至る県道である。栃木県足利市の川崎京南交差点から南下し、栃木、群馬、埼玉の3県を南北に貫き、埼玉県行田市東部までを結ぶ道路である。沿線には、 多数の工業団地を抱えるために、大型車の往来が激しい。埼玉、群馬県境では、トネ大関城を渡っており、前後の取り付け部は急勾配もしくは直角カーブになっているため、大型車同士のすれ違いが困難であり、さらに、トネ川を越える橋が付近にはないため、県境付近では渋滞が頻発している。また、 埼玉県道306号上中森港の出線と一本で続いており、国道17号から直接た路線を経由することなく、国道125号や国道354号、国道122号、国道50号と5つもの国道と交差している、唯一のルートでもある。かつては、足利市の福富町交差点を起点とし、福富町で、 栃木県道40号、足利環状線と交差、柳田町交差点で、栃木県道128号、佐野太田線と交差、下志望水町交差点で、国道50号と交差、東武伊勢崎線県駅の脇を通り、足利市県庁はかり町交差点にかけて、栃木県道278号、中野副居線と重複する区間があった。 川崎京南交差点久保田町交差点計町交差点区間のバイパスが完成した後もしばらくはバイパスと旧道の両方が栃木県道20号足利大羅行田線として指定されていたが2009年に旧道が市道に降格し現在はバイパスのみが県道20号として指定されている。トネカ用水星川は群馬県道 埼玉県道306号上中森港の支線との重複区間に見られる。利ネ大関見沼中学校は群馬県道埼玉県道306号上中森港の支線との重複区間に見られる。昭和47年群馬県国時代162号に基づく表記。ありがとうございます。